誕生日終わっちゃったよ。9月中は定休分なんかな。何回も見ちゃう、嬉しい。眠いよ。月はいいよね。服？服黒です。服ね、黒だよ。あつねえ、観覧車乗りに行こう、行きたいなと思ってた。みんな行こう。卒業公演ね、出させていただきます。楽しみ。あっつれなー。帰んなさいよっていうか、誕生日中だってこれやもん、ずっと。帰られへんよな多分、定型分ね。帰られないんですよ、誕生日中これなんですよ確か。分からんけど、そうじゃない、知らんけど。知らぬが多分そうだと思うよ。分かんないけどね、そうなんじゃない。そうじゃなくてもめんどくさいから買えへんけど。生誕したなんや。みんな当たりますように。当たりますように、当たりますように、当たりますように。当たればいいね、みんな。土曜日だしね、当たればいいよね。当たればいいよね。ケーキを一緒に食べた。あ、そう、風船捨てた。捨てました。お母さんと一緒にハサミで切ってシューって丸めて。当たれば嬉しいだよね。当たって当たりますように。わっ、キラガバセメール届いた。え、今日一昨日どっち、今日なの。え、おめでとう。いいね、近くて。かきママに、レナママに近かったら漏れなくレナも近いので。ほぼ同じ。捨てた、ちゃんと。スピーチ考えてない。考えてないです。今日って何日？まだやんな？公演って。夢のないこと。風船は捨てるでしょ。捨てん人おる、逆に。アイスケーキとか全然一切食べてないからマジでやばい。卵は置いてる、なんか分からんけど一生置いてる。捨てんの忘れてた。ね、忘れてたね。え、捨てへん、普通。風船って捨てるくない？邪魔やもん、だってでっかかったから。出ました、そういうとこ。こういうとこがいい。捨てるよね普通。逆に置いとく人おる。今日おめー、おめでしい。よかった、メール届いて。バブルとか届いたかな。じゃあ15時なんや明日の。そう、お母さんが呼んでました、メール。レナからのバースデーメール。コンサートは初めてですね。
可愛い。してるよ。17日がもう何日か分からへんねんけど。今日が17、あ、今日が17日ってことか。あと4日、あと3日か、明日入れてもやばいやん普通に。12日の夜からです。一番最初にやってくれた。え、すご、レナすご、自慢しといて。一番にレナが、レナから祝われたでって。まあアイスはずっといけるやん、賞味期限とかないから。いいとして、スピーチマジで考えてなくてほんまにやばい、どうしよう。何言おっかな。でもほんまになんか言うことないから別になんか簡潔にいきます。勝ちですわ。買ってください。買ってください、みんな。出番、さあどうでしょうかね。え、スピーチってアドリブじゃない？大体記憶する人おるんかな、逆に。ココミンとかは記憶系やな多分。選手先生は記憶した。中学校の時の選手先生は記憶系やったな、あれな。さすがのレナでも。今日中学校の時にさ、2回選手先生したんよ。で、なんか1回目、中2の時はなんか部活代表で部活の選手宣誓して、中3の時は体育部委員長で体育祭の始まりの選手宣誓をしたんやけど、中3の時に、まあ、去年行けたから行けるっしょって思って選手宣誓で飛んでもて、宣誓の分が、え、どうしようって思って、体操服の中からポッケから出そうと思ったけど、いや、あかん、そんなんしたら恥ずかしすぎて無理と思って、全校生徒見通し無理とか思ったで、自分で作ってもた。変な文。自分で変な文作って、何何したいと思いますとか言って。めっちゃおもろくない？なんかスピーチ系はさ、別にアドリブでもさ、まあ、時間もあるし、話し方とかもまあまあいいとして、選手先生でさ、なんか変な言葉作ってもて、しかもちゃんとしとう言葉じゃなくて、焦っとうし緊張しとうしさ、アドリブやからマジもう変な日本語言ってもてさ、めっちゃ恥ずかしかった。友達にめっちゃいじられた。まあ最後がね、なんとかなればなんとかなるから、終わりよければ全てよしですよね。いやマジでポケットから紙出そうか迷ってね。いや出そっかな。いやけどさすがにあかんわこれはと思って。マジ変な文言ってもて。いやざわざわ、いやなんかまあそのなんか一回止まっちゃって、へっ、やばいやばいやばい、何々で何々ですみたいな言ってもた、日本語おかしかったみたいな感じで。でもなんか友達同級生はギリセーフやったでって、まあなんか間違ったのは分かったけど、なんかギリセーフやったでって言ってくれたので、ギリセーフだったんでしょうかね。記憶がないですね、もう何言ったかも覚えてないし。やっちまったと思って。ビスケットは入ってないな。ポッケに。何言おっかな、生誕。ちょっと体を痛めてて今やばいんですよね。だから制服の目もちょっとやばくて、けど私が主役だから延期はさすがにちょっとできひんなって感じで頑張りたいと思います。うん、友達のギリセーフはね結構アウトやと思う。まあでもそんななんか止まったりせへんかったから、変な言葉言ったけど止まらんだけマシかなみたいな思って。
主役がおらんかったらちょっと意味がないのでね、頑張ります。マジで痛くて体がねちょっとやばいんですよ普通に。今日もリハ終わって病院行って、もう一回自主練習な、マジでやばいからもう一回戻ってきました。いやもうこのまま家帰りたかったのに、一回さなんか一回レッスン場出たらマジレナって家に帰りたくなってまうねん。だからなんかほんまに病院行って帰りにほんまに家帰ろっかなって思ったけど、いやさすがに自主練習なマジでやばいなと思って、アマンダこんばんはです。女の子同士の可愛いも怪しい。確かにどうなんやろな。でもほんまに可愛い時しか可愛いって言わんかもレナは。だって可愛くないのに可愛いって言えへんやん。いいんじゃないとか。それはほんまにいいと思っとうからって感じで、可愛くはないけどいいんじゃないとか言っちゃいます。そう解放ねされたら、そうやねマジでそれ大丈夫だよ。グーグッドグッド。早く終わったらしい。何が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 。ありがとう寝るねたくさん。綺麗な的に完成度、いやいやいや完成度とか今は違うから違うね今は違うね、まだ1ヶ月あるから。なんか3日前とかに完成度とかねはまだ言えるかもしれんけど、今はそういうのダメですよ。そういう質問はダメ NG で。それなんか 0% とかできてませんとかそういうのじゃなくて、そう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 、まあ違うんですよ今は。今は違うってわけですよ。今はね、今違ったわけです。愛してる、かわいいかわいい。これまあ人によってね、そうそうかわいいの基準は違いますから、そう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 、それはそうね。まあ柿本さんはかわいいよね、それはそうなんだよね。私と登録らしい15時だっけ。今違うねん、とりあえず今違うんよね。今違う、それは違うけど、まあまあまあ、じゃあ3日前ぐらい、1週間前ぐらいに聞いてもらってもう1回、そしたらね答えれるかなと思いますね。ありがとうございます、気をつけます。公演もね結構詰まってるのでやばいですよ。マジで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 結構生きていけるか。まあなんか今のその出来で言ったら、さっきの質問に戻りますけど、まあ生きるか死ぬかの狭間ってところですかね。まあまあそれは冗談ですけど。まあそれは冗談ですけどね、それは冗談ですけど、まあまあまあ頑張りましょうっていう。体が痛すぎてジャンプができないんですよ。だから踊れへんくて、自主練もほんまにもうなんかみたいな感じやってるから、マジ踊られへんくて本気で。でも本気で踊らな、本気でっていうか飛ぶとこは飛んで踊らな、振り入らへんし、どうしようっていうね感じですよ。まあ大丈夫ですよね。まあなんとかなるっていうか全然大丈夫。そうやね、詩人とかやっぱり
悩み、そうなんかできないっていうのじゃなくて悩み踊れない悩み、こんばんは。ビヨーンってバネ欲しいな。まあ配信はね全然な、その足とか使わへんしさ、配信終わった後に自分の時間全然ちゃんとあるのでね大丈夫なんですけど。今日のリハもマジでやばくて、まあ、明日に、まあ、毎日ちょっとずつ良くなってくれたらいいなって感じだけど、まだ分からへんねんな、良くなるやつかひどくなっちゃうやつか分からんくて、まあ、良くなればいいんじゃないっていう感じかな。で295日あって次の日曜日に300日なんだ、マジで早っ。え、もう100日だったってこと、まあ、3ヶ月ちょいってことか。まあ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 、バブルのお弁当みんなふりかけにしか突っ込んでなくてマジで笑ったんやけど、安静にねしてますよ今。安静に自主練してるから大丈夫、飛んだりしてない。生誕祭の次の日、何それ、なんかあんの、生誕祭の次の日22、なんかあるんですか。24時間、じゃ、え、マジそれ24時間マジ足りひん、もうだってなんかこんな時間って感じやもん、普通にやばい。毎日ダンスね、未知の世界でした。1年前までは未知だよね、さすがに今でも未知だけど毎日ダンスやってるの未知だよ、結構今でもね、全然今でも。ふりかけはなんか事務所にいっぱいあるんですよ、お味噌汁とかも。でもなんか玉ねぎが結構シャキシャキ食感のお弁当で、あと時間も短いしって感じだから、まあまあまあ。そう、みんなさふりかけって感じ、生姜焼き分からへん、何だったんだろうな、茶色かった。あ、ベロ噛んだ。え、なんか今日ふりかけコーナー見たらふりかけが増えてて、何だったっけな、なんかめっちゃ長い名前のふりかけ、なんちゃらの味みたいな、もうおかずの味みたいな。おかずの味のふりかけが何個かあって面白いって思ったけど出ないですけど、え、全然おかずと白ご飯とかでもいけるけど、なんかふりかけにした、みんなとってたから。え、全然食べれるけどね、玉ねぎ、けどなんか、ん、ちょっとシャキシャキだなって思って、うんって思って食べた。お弁当いろんな種類あった、そう、事務所にふりかけとお味噌汁があるんですよ、だから自主練の後とかにお味噌汁飲んだらマジでしみる、マジで美味しい。シャキシャキ玉ねぎ苦手？いや別に嫌いじゃないけど、シャキシャキじゃない方が食べやすいなっていうだけ。別に嫌いではない。全然食べれる。え、なんかすき焼きはよく見るやん。あのふりかけの味で、あの、そういうのじゃなくてもっと長い名前。
調べてみて、なんかあるんよ、なんかいろんな味があってビビった。あ、そうそうそう、赤味噌かな、確か赤味噌だった気がする、お味噌汁。いやいや、お味噌汁とかどうでもいい、いいのに。フリーズドライってまず何、何っていうかさ、それを知っててもさ、そうそうとか違う違うとか言ってんのもおもろいけど、なんか今度お昼はお弁当って感じ。いや、それ以外何があるんじゃ逆に。めっちゃおもろいねんけど。え、お弁当以外何、例えば何やろ、カレーとか。カレーもでも一応なんかお弁当に入りそうやけど、何やろ。何が、おにぎりとかか、おにぎりとか。おもろ。なんかみんなあのふりかけにもめっちゃ突っ込んできて。とか前とかやったらご飯が多いみたいな、ご飯がすごい多いねみたいな、敷き詰まれてるとかいうコメントとかを見て、いやそこなみたいな。マジでそこすぎておもろいよな。あ、マック、あーそういうことね。まあでもほんまに10分とかで食べれるものぐらいやから、いやパンはさすがに食べへんでしょ。お昼ご飯ですって言ってさ、もうメンバー全員パン一つとかやったらマジビビるんやけど、それはさすがにな、さすがにそんな、なんかそんなパサパサのちょっと苦行みたいなことはされないですけど、ちゃんとお弁当ですね毎日。確かにありがたいですね。昨日のお弁当はなんだっけ、忘れました。かきれなが気になるはずなのに、かきれなのふりかけを気になってて、みんなちょっと面白すぎた。あー確かに、どこのやつとかも当ててくる、これここでしょみたいな、とかあと何やろな。ねえ、ご飯詰めすぎでしょみたいなやつもおもろかったけどな、それかい、それそんなコメント打ってくるんやみたいな。食べるの遅いですね、だからいつも残しちゃう。いやいや、パンとサラダ。ダンス踊った後にマネージャーさんがそれを用意すると思いますか。ちょっとそれはめんどくさいしね、あといっぱい たくさん頼まないとダメだから。さすがにパンはな。ふりかけに負けてるんやな、レナ。ふりかけに負けちゃった。このふりかけ美味しいよね。ふりかけ2個あるじゃん。とか。お昼の時間なんだねとか言う人もおるけど、送ったら、ふりかけ？ふりかけ2個？え、このふりかけ？え、このふりかけ美味しいよね。みたいな。おもろいな。特定班、お弁当特定班ってこと？いや、パンとかまずお昼に食べへんかも、あんまり。普通に大学生とかやったらお昼ご飯パンとかでもいいかなって感じやけど、ちょっとスポーツした後とかにお昼は食べへんかも。
バサバサやん。うん、そうやね。あのお弁当メイン釣ってたやん今日のさやつとか。ふりかけメインじゃなくてね、ふりかけなんかもうなんか気づくレベルでさやっとぐらいのにな。なのにみんなふりかけを発見して、100均で買ったボールチェーン。これとチョパとゾロとニカをつけました。カバンに、カバンじゃないキャリーに。じゃあもっと面白いふりかけをさ取ってすればよかったな今日。そうすればよかったね、そうすればよかったな。え、マジで面白いふりかけがあって、なんていう名前やったっけな、あ、キーマカレー味とかあった。でもキーマカレーよりもっと面白いのがあった。なんかもうおかずの名前みたいな、中華みたいな、なんか分からんけど確か。でもマジ面白いふりかけ、なんかえ、こんなな、こんなふりかけあるみたいな。マジでマジで、何やったっけな。え、でもふりかけ取らへん日もあるんよな。何やろ、ふりかけいらん時とかは。そう、多分なんか白ご飯とふりかけだけで食べれるような味のふりかけ、うんうん、な気がする、多分ね。眠い、終わろう。45分で終わりますって言おうとしたらもう45分だった。梅系人気だな。エレナは全然梅とかも好きやねんけど、梅よりはまあ普通のやつかな。普通に何でもいい、定番系なら何でもいい。梅系のふりかけあんまり嫌かも。いいけど嫌かも。あ、それなら梅干しがいいな。梅干し好き。こうしてよん。あ、のりたまいいよね。あー、鮭わかめ、混ぜるやつね、混ぜるタイプね。ねえな、混ぜるタイプよりなんか食感ある方がいいかな。まあご飯があったかかったら食感はなくなっちゃうけど。チーズナンとカレーはもうふりかけからめっちゃ離れてるけど大丈夫そう。ふりかけね、ちいかわのふりかけ使ってた高校の時。昼ごはんほぼ持って行ってなかったけど、あー、ごま塩とかいいよね。うん、ごま塩はありありです。塩っけいいよね。シールなんか入ってたっけ。シール入ってなかった気がする。レノ、え、多分入ってなかった。入ってたんかな、分からんけど。入ってたっけ。あ、すみっこかも。いや、ちいかわ。え、いや、すみっこ裏しかちいかわやった気がする。多分ちいかわかな。どっちだったっけな。シールあったっけ。
袋のは、え、袋、袋、こういう透明の袋に入っとって顔がついてるふりかけが中に入ったやつ、プラスチックの。詰め替えできるやつやな。あの袋じゃなくて、ちっちゃいこういうあの袋じゃなくて、破るタイプじゃなくて、チーカーの顔がついた蓋開けて出すやつ、ケース、ケース、ふりかけケースだ、それです。すき焼き味とかあんまり好きじゃないかも、だからシール入ってないんかな。ケース、ケース、ケース。お茶漬けはちょっと使わないですね。お茶漬けはお茶漬けとして使いますね。あ、こっちはないんですね。はい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 。そう、そっちも使ってた。そうそうそう、そういうことね。のりまた風って。かわいい、失礼よ。なんか2段階あるな、触覚が。梅ねー、あんま食べへんねんな。クレヨンしんちゃんないの？はい、どうも、探してください。欲しい、確かに。最近クレヨンしんちゃん好きやから、最近っていうか寝るときに見とうだけやけど。聞かせてよー。え、最近レナ腕が長いことに気がついた。なんか腕長くてレナ。なんかちょちょちょ、これだけ言ったら終わるわ。っていうかもうあと10分やねんけど、めっちゃおもろい話していい？いやでもまだできひんねんけど、ちょっとコンサート終わりに、コンサートの1日目いや前から長いってやめて、そうなんか伸びたみたい。え、長くない？やっぱり。なんか何やったっけとか言えへんねんけど、まだ言えへんねんけど、コンサートのリハしてる時に、まあその振りで腕長みたいな、なんか大変やなみたいなって思うところがあって、ちょあのコンサートの1日目終わりにまたこの話したらできたらいいなって思うんですけど、リハ中に思って、そう。いや、ぶつかるとかするのじゃなくてね、面白くて。みんな1日目来る人気づいてください。うわ、この曲かって、この曲多分気づくと思う、分からんけど、どうやろう、気づくと思う、これレナが言ったから。気づくんじゃない？1日目限定、いや別に1日目に見た人には話せるから曲目出せるやん、だからその時にそのちょっと見てほしいんですけど、マジめっちゃおもろくて、え、マジでおもろい、ほんまにおもろいから、なんか1日目来る人はマジで気がついてほしいぐらい、なんかレナのその腕の長さがなんかあの発揮されている。マジでさ、なんか長いねん多分レナ、いや分からんけど長いよなレナ、なんか一回言われたことある気がする、ファンの人に言われたんですよ、手は大きい、え、でも手は普通のサイズなんですよね、別に大きくもちっちゃくもないっていう、手はね、こっちの手のひらは大丈夫で。
マジで、ちょっと注目しといてほしいな。バスケ、あー確かにね、それあるかも。どうなんやろ、どうなんやろな。いやマジめっちゃ気になると思う。いやなんか気にせんでも気になると思う。なんかなんか小切れの腕なんか長ないみたいな、変に長ないって気がつくと思うねんな、あの曲はってぐらいなんで。ってぐらいなので、あぶマジおもろい。でも衣装によるか。そうやな、衣装確かにね、まあ、どんな衣装でも多分大丈夫って思う。衣装は分かんないんですけど、衣装のせいとかじゃなくて曲が、曲振りマジでおもろいから。もう俺なんかリハの時に一人で笑ってもてちょ、いやできんねんけどマジでなんか一人でさ、なんか笑ってもて鏡見ながら、えなんかおかしくねみたいな、なんかキモいなと思って、面白くて笑ってもて一人で。でもなんかあの手のさ、指先から指先まではなんか身長と同じみたいな言うやん。自分の身長を横にした時のあれがなんか指先から指先のなんかって言わへん、長さが一緒みたいな。いやそうなんか飛び出てたとかそういうのじゃなくて、もうとりあえずもう見てほしい、もうみんなに気づいてほしい。でも多分気づくと思う、みんなおもろすぎて。注目してなくても気づく気がすんねんな、当日になったら。まあ、1日目が終わったら話せますよっていうね感じ。いやマジでマジでおもろい、一人でマジで笑ってた。マスクしてたからなんか誰にも気づかれることなく、いやしかも曲流れてるしさ、映像 V とか撮ってる時になんかもうなんかおもろすぎて、ちょ見て見てみたいな、ちょめっちゃ腕長く見えへんってマジで、もう周りの人に言いたすぎて、もうめっちゃ言いたくて。言いたさすぎたけど、さすがに言えへんやん、腕見てとか言えへんから、もう一人でいやいややばいやばいみたいな思って笑ってたっていう。だからなんかみんな気づいてほしいなって思って。多分みんな忘れてると思うけど、その頃にはだからなんかちょっと腕の長さが軽減されるような踊り方をしてた、おもろすぎて。鏡で見た時にね、おもろすぎて、だからなんか腕の長さが軽減されるような踊り方してちょっと修正したんよ。なんかフル稼働で踊ったらマジでなんかもうほんまに長すぎてやばーみたいななってたから、ちょっとなんか省エネで踊ってた。マジさ、コンサート始まったらみんなに解説したいね、ほんまに。みんなに解説するな、マジで解説するわ、ほんまに。ケアだけ、どういうことやろ、どういうこと、かけるのだけって。ちょっと気持ちいい、なんかちょっと小さめで踊って、パレオでも手の長さ気になったよって、おもろいなそれ。短かったわって言ってもらってもいいけど、信じひん、長いから。
マジマジごめんけど、もう長すぎてそんな言葉もう信じられへん。マジめっちゃおもろいねんな、もうそれが面白すぎて。明日はちょっと同期にそれ言おう。え、ちょマジ解説するからみんな覚えてて、1日目の後にね、解説してって、どの曲やったのって、みんな気づいたってレナも聞くから、腕の長さ見に来てマジで。マジおもろいから、マジ長すぎておもろいから。あと2分、あと2分。明日ふりかけどうだろう、明日のお弁当が楽しみですね。まずそれな、最後までやっちゃったよ。まあいいでしょう、今日は自主練して帰ってきたから、ほんま病院行ってその家に帰ろうって思ったんですけど、家に帰ったらちょっと寝てまうと思って頑張ってレッスン場に戻ったので、よかったですね。戻って頑張ってして、おやすみー、おやすみなさい、また明日ね、バイバーイ。やば、もうこんな時間やば。バイバーイ、おやすみー、バイバーイ。Me.